ご無沙汰しておりますロコタウンのノンでございます。今日はちょっとロケに来てるんですけれども、こちらのお店が、はい、あ、今まで散々なんで動画出さなかったか、すいません、忙しくて、多分この動画が出る頃には1年ぐらい動画上げたいので大変ご無沙汰になってると思います。今回はこちら、南大門さんという焼肉屋さんにいるんですけれども、エスパルスが好きな皆さんならえっと驚くレジェンドの方をお呼びしています。では早速行ってみたいと思うので、後ほどまた会いましょう。行ってきます。はい、今お部屋の方にやってまいりました。皆さん、ここ感じますか？横にレジェンドがいます。ビンビン感じますよ。エスパルスのファンの方であれば、この方を嫌いな方はいないと僕は思ってるぐらい、もう本当清水エスパルスの選手といえばで、多分名前が上がってくるような選手でございます。それではご登場いただきましょう。枝村拓真さんですよ。こんにちは。こんにちは。歌ってもいいですか？あ、お願いします。枝村拓真、おおお、枝村拓真、ご存知ですよね、ちゃんと。はい、また皆さんね、これご存知だと思いますので、今日はなんと枝村さんにいろいろお話を伺っていていければと思います。皆さん、枝村さんにどんなイメージを持たれているでしょうか？実はこうお話いただくと、ちょっとお茶目なところもあったりとか、すごい紳士で、ね、優しいっていうイメージが、僕お話しさせてもらってついたので、なんかそこら辺も皆さんに今日は感じていただければいいかなと思います。こんなチャンネルですが、今日はちょっと一日お付き合いよろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速ですが、今回は枝村拓真サッカー史ということで、いろいろ過去を紐解いていきたいと思います。まずは元気引退お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日今回ね、いろいろ枝村さんについて調べてまいりましたが、はい、そもそもサッカーを始めたルーツ、きっかけっていうのが、僕調べてきたんですけど、はい、細江サッカースポーツ少年団、はい、これはもう地元の小学サッカー少年団、当時は少年団ですよね、はいはいはい、でその後が、それ何歳の時だ？それが小学校1年生なので小1。あ、じゃあ小1からサッカーを始められて、はい、でその後、灰原の川崎サッカースポーツ少年団、はい、これはクラブチームですか？いや、転校したので。あ、転校したんですね、はい、少年団ですよ、はい、その頃にエスパルスのジュニアユース意識もされて、サッカーされてた？されしてないですね。小学校6年生の時に県選抜に入れたんですよ。はい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 、それからエスパルスに受けに行く選手が多かったっていうのもあったみたいで、両親が応募してました。あ、はい、ご両親が、そうです、お前受けてみろと、はい、ジャニーズに入るような感じです。親が履歴書あ、でそれでセレクションを受けて、はい、中1から、そうですね、ジュニアジュニアユースで、はい、清水で練習ですよね。そうですね、はい、通いは通ってましたね。毎日毎日、月曜日だけ休みだったんで、はいはい、それ以外毎日通ってました。ご両親のお車とかですか？バスで行くか電車で行くかでって感じでした、ね、結構往復2時間とか。そうですね、片道2時間。片道2時間2時間でしたね、はい。皆さん、はい、プロになるためには2時間の通う道もいとわないというね。それでやっぱこうサッカーの本読んだりとか。そうですね、ちょっと勉強しないと生かしてくれなかったっていうか、そういうご両親が、はい、結構厳しいご家庭で。そうですね、中学まではその勉強のことを言われたりしましたね、はいはいはい、で、続いて2002年にユースに昇格、はいはい、ユース上がるのって結構狭き門と僕は聞いてて、まあ、何十人、20人とかいても本当わずかだよって聞くんですけど、そこら辺はもう選ばれるなって感じでした？まあ割とすんなりと、高校に行く選択肢もあんまりなかったので、うん、はいはい、自分の中で。でも向こうから、はい、そうですね、はい、来いと。そうですね、はい、その時もうポジション
ボランチですね、はい。まあ、あの中学校の頃にもユースの練習参加させてもらってたので、飛び級で、そうですね、3年生の頃にもユースの試合に、はいはいはい、あの出させてもらったりしたんで、もう相当優秀だったんですね。同期とかの中でももう一番、いや、まあ、ライバルはいたんですけども、はいはい、3、4人あのユースの練習に参加させてくれてたんで、その中に入れたって感じですかね、はい、なるほど。で、高校は静岡の市立高校、はい、流通通りの、そうですね、唐瀬通りの、あそこ、唐瀬なんか、そうですね、はい、あそこも遠いですよね、あそこは、僕は高校の寮に入れたんで、寮は、はい、あ、エスパルスの寮、はい、あ、なるほど、高校生から寮に入れたんで、じゃあもう親御さんの元離れて、そうですね、はい、寮生活からだったんで、あの、学園の近くの寮ですか、そうですね、はい、はい、なるほど、はい、じゃあそれは遠くなかったですね。そうですね、はい、じゃあ楽しい静岡ライフを、そうですね、その頃からなんかすごく安定してきたというか、あ、なるほど、なんか忙しかった中学生だったから、はいはい、高校はあの、のんびりとよりサッカーに、はいはいはい、過ごせました。そうですね、もうここまで、はい、トントン拍子というかもう、はい、プロになるんだろうなってこう思ってやられてたんじゃないですか。もうそうは、そんなに簡単な世界だとは思わなかったんですけども、まあ、あの指導してくれる人たちがもうそういうところを目指せみたいな感じで言ってくれて、はいはいはい、なんか自然とそういうレールを敷いてもらったような気がしますけど、はいはい、まあ、それがやっぱクラブチームの良さというか、そうで、ね、で J までエストラスの場合、下部組織入ればつながってますもんね。そうですね、うん、はい、で、いよいよ2005年、トップチーム昇格。オレ！動画ご覧いただきありがとうございます。今回お邪魔した南大門さんでいただいたメニュー、タン、そして神戸牛の貝の身、神戸牛の赤身系カルビと、めちゃくちゃ美味しいメニューでした。ほら、焼いてるところも美味しそう。ああ、また食べたくなってきちゃいますね、これは。貝の身もうまかったな。こんな分厚いお肉、なかなか食べれないでございます。はい。てなわけで、すいません。久しぶりの動画撮影。そして、枝村さんとの対談ということで、神々の、枝村さん喋ってるとき、かぶせーの、もうどうしようもない感じで、申し訳ないです。お見せ苦しい感じでしたが、まあやっぱね、あのくらいのレジェンドと対談させてもらうと、まあ一般人こうなるのかなというのは、お見せできたかなと思っております。そうしましたね、今回の、トップに上がる前までを今回あの動画にさせていただいたので、この後のね、トップの後、どなたかっていうのもね、あの、伺ってますので、あの、第2弾また配信しますので、お楽しみにしてください。それでは、またねー。おーれー！エスパルス、勝ってねー。